反反省省会です会 <laughs> ですね <laughs>、はい、なんか今日ね、シネマクリックの拡大版だったので、早く終わりましたね、ね収録が。うん、であの、渡辺謙さんのね、うんあの、特集ということで、シネマディレクターの直子さん、すごく頑張ってたんですよね。で、渡辺謙さんといえば、もう岡野さんが。いやいやいや、<laughs> もうね、もう初めてお会いしたのね、二十何年前なんですよ。ああ、そうなんんでですすか、えー、あ私ももね、健さんも、まあ そのお芝居の先で進撃と言われるジャンルのところにいたんですけど、ええ、まあちょっとお付き合いの劇団だったもんですからね、はい、もうケンさんも、ね、テレビに出る前からねこう一緒に焼き鳥屋さん行ってえー、そうなんですか、はい、すごいですねいやケンさんはすごいですけどね僕はですけど、ね、若かったんですねです2二人とも,も<う>まだ生まれてないんじゃないかとちゃんとか二十 <laughs> 何年前 <laughs> ね<ー>、ね、生まれた直後かドちゃん生まれてないそうね、うん あの頃からやっぱね、健さんってね、うん、この人は何か違うなってななりりまましたけどねああーなんかオーラが僕らとは比べても絶対違うなと、ね、常にああいう俳優さんになりたいなと思って、うん、ちょっと先輩なんですけどね頑張ってやってきたんですけどまあいろんな人生がありましてですね、うん、私は今ここでモニークリックやってます。うん <laughs> でもこれこれでまたね幸、ね、せで楽しくやってますけどねハリウッドで私たちやってますよ、ね、<laughs> 日本語でね <laughs> やってますよじゃあまあ基本的に反省という点では今日はどの辺でしょうかねえもうね全然関係ないんですけど花言葉が難しかったです簡単な花言葉にしてください素直って簡単だけどどう,う表現してかわから、ね、<laughs> わかんないですねもう全然変な風になっちゃいましたはいということで反省会の模様でした